この IBC っていうのはあの地方局ね、これすごいね、24時間営業だって。これだったらコンビニ行かないで24時間営業でスーパーで物買うと安いよね。いやいいね。はい、そうするとね、私が行こうと思ってるのは盛岡八幡宮避難場所で、盛岡競馬場ってあるんだけど、これね徒歩とかね自転車で行ける距離じゃない。16ら間もあるのでね、確かに。ここはね、正面じゃなくてね、なんでまあ、ここ来たかっていうと、ただ単にでっかい鳥居があるからなんだけども、ここをね、あの、左にずっと行って、なんでここら辺はお話ししてるかっていうと、飲み屋も多いんだよね。で、盛岡って、いくつかこうやって動画ね、アップロードをこまめにしてると思うんだけども、分散型なんで、だから、なんていうんだろう、商店街とかが分散してるんだよね、かなりの数で。だから街がどっかの通り行って、あ、ここがメインの通りなのかなと思ってると、またそれはちょっと違くて、いろんな場所にね、なんていうんだろう、商店街っていうかが点在してるっていうのがね、盛岡の特徴なのかな。で、さっきの鳥居をちょっと戻ってきてね、さっきの道からこうこんな感じで、あと直進するよみたいな感じね。ね、またなんかこんな電気が、最近の電気みたいだけども、なんかこじゃれた、ね、電灯みたいなのがあって、ここにほらドカーンと盛岡八幡宮って書いてる。で、これ盛岡八幡宮の入り口でしょ。で、明治天皇のね像があるんだね。あ、中華そば、うどんそば、なんとかして頑張って耐えないといけないね。で、あ、そうそうそう、やぶさめもやってたりするんだよね。で、手と口を清めなければいけないかな。で、でかいでしょう。で、横の方の道とかでもね、ここの、お祭りとかでね、私の弟も盛岡来てんだよね、つい最近。お水でさ、手を清めたりするのはいいんだけどさ、冷てね、こういうふうなお馬さんの、なんだろう、ところがあったり、こんな感じでちょっと上がってみましょうか。まあ、大きなところではあるよね。まあ、田舎ですからね。ちょっと私もどうせ来たのでお祈りをさせてもらいます。ああ、朝からやってるんだね。ね、お守りとか、私盛岡八幡宮のお守り先日弟からもらったのよ。今さら買う必要もないなみたいな。おー、ちゃんとしてるね。2礼2拍1礼だったっけか。あ、間違ってるかもしれない、ごめんなさい。なんだろう、何、金玉寺、何、面白いね。これでピトってくっつけてやるのかな。面白い面白い。あ、ミコさんだ。ひょうたんだね。このひょうたんは一人一人、あ、本当だ、一人一人名前が書いてある。っていうか今結構人がね来て来始めたよね。ミコさんだよ。ね。ミコさん、ミコさん、七五三だって、七五三ねえ、ほら七五三、ほら七五三、おじいちゃんおばあちゃんとかよりなんか体力ねえわ。やっぱりね、アメリカで車の運転しかしないでしょう。で、まともに運動しないでしょ。足パンパンになってさ、チャリンコとかさ、歩いたりしてたらさ、昨日さ、1時間半の90分コースでさ、マッサージ行ったんだぜ。それでも足すっごい痛いからね。どうしよう。
また違う盛岡をね、見てもらいましたと。でこっち側もねまた通りになっててね、あの結構風情な感じになってるじゃない。はい、それではね本日の動画これで終わりにします。おやすみなさい。